公共曲第1番補聴調は、ハンスロットにより作曲された、公共曲。ロットは、この他に、減楽のための公共曲変異聴調、公共曲第2番を手掛けたが、いずれも未完に終わったため本作が完成した、唯一の公共曲となった。1878年、ウィーン音楽院作曲コンクール応募作品としてまず、第1楽章が完成されたが、落選した。 その後に楽章から4楽章が作曲され、1880年に全曲が完成した。ロットは本作をヨハネス・ブラームスに見せたが酷評される。さらにウィーン・フィル・ハーモニー還元楽団の指揮者、ハンス・リヒターは本作に興味を示したものの演奏することなく終わった。落胆したロットは同年10月に精神を病んだ後、1884年に死去した。 譜面は長らく、オーストリア国立図書館に眠っていたが、1984年、ロット没後100年を契機に、イギリスの音楽学者であるポール・バンクスが、奏功やパート譜を精査してこの作品を蘇らせた。初演は1989年3月、ゲルハルト・ザムエル式、シンシナティ・フィル・ハーモニア管弦楽団によって行われた。日本初演は2004年11月、沼尻隆介 日本フィルハーモニー交響楽団によって行われた。フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、コントラファゴット、フォルン4、トランペット3、トロンボーン3、ティンパニ3、トライアングル、弦楽合奏。一般的な二巻編成に加えて金管が拡張され、さらにトライアングルの多様が特徴である。補聴調、2分の2拍子、そなた形式。冒頭。 木管と弦の静かな和音の上で、トランペットが、おごそかに、第一主題を吹奏する。この主題は大きな盛り上がりを見せ、主音から、銅音に下って、にオクターブ上昇して、主和音に到達し、最初の頂点となる。ティンパニの静かなトレモロの上で木管に揺れ動くような、ゆったりした第二主題が現れる。展開部を経て、再現部に突入すると同時に、 弦楽器に三連符が登場し、定時武道用の頂点を経て、力強い集結となる。演奏時間約9分。異常調、4分の4拍子。木管と弦楽器の和音で始まり、弦楽器が温かみのある主題を奏する。金管の厳かなコラール風の楽器を挟みながら、弦楽を主体に、音楽は進み、幾度か全合奏の頂点を築き、ゆったりと、 静かに終わる。演奏時間約11分。波長長4分の3拍子。ホルンの五動音系に続いて、トライアングルが鳴り、低弦が動き回る、マーラーを彷彿とさせる音楽で始まる。レントラー風になったり、爆発したり、ロマンティックなソロを挟んだりしながら、次第に力を落とし、弦楽合奏で暗いゆっくりした旋律が奏される。この部分は短いトリオであると、 解釈できる。ティンパニのロールのクレッシュエンドに導かれて冒頭が再現され、再びスキルツォとなる。幾度も全合奏とソロが交代し、金管軍が活躍する。弦楽器が忙しく動き回る上で、ホルンが5度音恵を繰り返し、レントラー風の旋律が現れ、凄まじい盛り上がりの頂点で、曲は唐突に終わる。演奏時間約12分。補タ調長。 お蝶々、4分の4拍子。低弦のピッツェカートと木管で静かに始まる。スケルツの再現を挟んで再びピッツェカートとなり、金管でコラールがそうされる。ホルンとオーボエがソロで悲しげな旋律を吹き、次第に厚みを増してゆく。弦楽器も加わって強烈な頂点となる。弦の取れロの上で金管が叫ぶ。五度音形が弦の三連符で繰り返され、 次第に力を落とし、応募のソロに弦楽器が応える。木管の三連符に導かれるように主部に入り、低弦のピッツカードの上で、ゆったりとした主題が提示される。この主題は、ブラームスの公共局第一番の第四楽章主部の主題に告示している。全合奏で、堂々とこの主題は繰り返される。弦楽器が忙しく上下し、金管群が成り渡る。 最初の頂点が終わると、ホルンが主題を吹き鳴らし、弦楽器が追いかける形で主題が風画的に展開されていく。単調に転じて風画は続けられ、再び長調に戻ってくる。金管が大活躍する。静かになったかと思うや、全合奏で高からかに主題が鳴り響き、第一楽章第一主題後半に流れ込み、三連符も登場し、 第一楽章の音階を上昇する音形の再現が行われ、最後の頂点を形成する。次第に力を減じて、弦楽器の波のような音形の上で木管の和音が響き、金管も加わって、静かな集結となる。演奏時間、約22分。ハンスロート、シンフォニー・フォー・ストリング・オーケストライン A、フラット・メジャー、ハット・ハンスロート、ヒズ・ライフ。 ハットハンスロートシンフォニーナンバーワンイン E メジャー。ありがとうございます。